ヌル島、または、ナル島は架空の島で、得意な座標である赤道と、本書四五線の交点すなわち、軽度0度、ド度0度にあるものと設定されている。地理的には、ギニア湾に位置する。パブリックドメインの世界地図、ナチュラルアースに掲載されている。ナチュラルアースでヌル島は、1メートル四方の島であり、スケールランク100、つまり、地図上に表示されてはならないとされている。 ナチュラルアースが、ヌル島を設けた理由は、地図ソフトで、座標指定エラーが発生した時などに、統計処理などに支障が出ないよう、形式的に実在しない陸地として利用するための、ものである。ヌル島は2009年頃、マップ前のナザニエル・ボーン・ケルソーが設定した。それ以降、ネットジョークとして、この島の旗、地形、歴史などが発表されてきた。その他、 位置情報が伴わない、施設情報などについて、扱いが不適切な場合などに、この場所に存在するかのように地図に、マーカーが表示されたりすることがある。なお、ヌル島が存在するとされている場所には、実際には、熱帯大西洋海洋予測研究系ルーアルへの一環で、ステーション1310ソールという名の、海洋気象部位が置かれている。ありがとうございます。